を話してくれた、はい、ハーブのカイツさんのお話聞いていこうと思います。よろしくお願いします。おととし三重県の栽培指導要領が大幅に緩和されたんで、随分栽培者としては栽培がしやすい環境になったという変化があったのが大きいかなと思います。線路沿いとかだけがあって、うん、はい、ああいうのっていうのも指導要領変わったからできるようになった。そうですね、指導要領変わるまでは柵が必要だったり、防犯カメラをつけないといけなかったり、道から見通せないところにないといけなかったのが、今日のところはね、道からどころか電車からも見通せるぐらい見通しのいいところに柵も何もなく作れているので、めっちゃ普通に杖をつけるのかな、ね、そう、あそこはあの子供の通学路でもあって、子供たちも普通にあそこを通って生活しているので。もう一種類の畑があったんですよね。産業用の畑なんですけど、あそこ看板もついてたと思うんですが、あそこで今地元の紡績会社さんとのコラボレーションで繊維を作ろうという取り組みをしているので、あそこの畑で取れた繊維は紡績に使えればいいなという取り組みをしています。なるほどですね。CBD なんかも作ってみたりもするんですか？ CBD は設備投資だとかの課題が大きくて、今はまだ具体的にということは決まっていないんですが、今後の課題として国産の CBD も作れるようになったらいいなというふうに思ってます。ホンプハブっていうのは一体どういった団体になるんですか？はい、ありがとうございます。ヘンプハブなんですけれども、麻に興味のある企業さんだとか、ヘンプを使って何かやりたいと思っている企業さんいっぱいいらっしゃると思うんですけど、何からやっていいかわからないとか、自分のところの会社はこういう技術を持ってるんだけど、それを何かヘンプに使えないかなとか、そういう企業さんたちにお集まりいただいて、ヘンプ産業のサプライチェーンを起こしましょうよという会員制のプラットフォームです。会社さんで今何社ぐらい入ってるんですか？今十数社さん入っていただいてるんですが、皆さん関心事項ってバラバラで、例えば建材であったり、CBD をやりたい方であったり、いろんな関心の企業さんたちに入っていただいてるので、これからどんどんいろんな企業さんに入っていただいて、よりいろんな取り組みができるようになったらいいなと思ってます。入ろうと思ったらどうすればいいんですか？はい、毎月オリエンテーションというのをやっていて。ウェブですか？それは、はい、ウェブでやります。オリエンテーションで入りたいなと思っていただいたら申し込んでいただいてご入会いただいております。なるほど。入会に費用とかは？はい、ご入会金で法人の会員さんは10万円いただいているんですけれども、はい、ご入会していただいたらそのままずっと会員さんに。面会費とかなく？はい。あ、なるほど。じゃあ10万だけでいいんだ。はい、わかりました。じゃあですね、今後ヘンプ関係の事業をやりたいなっていう人たちが情報と原料をどうしたらいいかみたいな、栽培どうすればいいかっていう話に関して、ここに入ったら相談に乗ってくれよってことですね。そうですね、コンサルみたいなこともやっているので、いろいろとご相談いただければと思っております。